はい、こんにちは、マーケティブ田中です。本日のテーマはプランタイトルの付け方という形で、やっていきたいと思います。で、皆さんどうでしょうか。プランタイトルしっかり付けられていますでしょうか。ありがちな理由として、結構私の方でお聞きさせていただくのはプランを作ることが目的化してしまっているとか、あとタイトルまで考えている時間がないとか、あとそもそも有効な付け方が分かんないよなんておっしゃるお客様が多いのかなというふうに思ってます。結構こういうふうに思っている方いらっしゃるんじゃないでしょうか。で、絶対に押さえておくべきことっていうのが実はあります。で、それは何かというと、私が楽天トラベルに在籍していた時にですね、データとして出ていたものがあるんですけども、例えば楽天トラベルとか、ジャラネットとか、そういったインターネット旅行会社のサイト、旅行サイトですね、訪れるユーザーが、1施設あたりに宿泊プランを見たりする時間というのは90秒ぐらいというふうに言われていました。今インターネットがもっともっとより普及しているような時代ですので、この時間っていうのはもっと短くなっているんじゃないかなというふうに思っています。ということはつまりは、ホテルさんが、PR する時間というのは90秒しかないということになるんですね。そうなると90秒でいかに全てのプラン、全部のプランを見てもらえるのかと、見てもらわなければいけないのかということに逆に言うとなります。なのでそれを、見やすくするためにはどうすればいいのかというところがマーケティブが実践している方法を、一つずつご紹介していきたいと思います。まず、プランのタイトルの付け方っていうものに対して規則性を設けるということが大事になってくるかなと思います。例えばビジネスホテルにおいてもシティホテルにおいても旅館においてもリゾートホテルにおいても、今の時代というのは、ファミリー旅行もあればカップルの旅行もあれば一人旅もあればビジネスのお客さんが泊まるということを、ユーザーがこう混在しているということになりますので、ということは宿泊プランも混在しているということになると思うんですね。そうするとこのプランっていうのは誰向けのプランなのかということをまず規則性を設けて見てもらうと、見せなきゃいけないということにつながるかなというふうに思います。なのでまず規則性を設けるということで自分に関係ないプランはどれなのかというのをユーザーが分かるようにしてあげると、この規則性を設けることが非常に大事だと思います。この話をすると、いやビジネスプランって書いてるよとかレジャー向けプランって書いてるよとかっていうホテルさんってたまにいらっしゃるんですけども、確かにつけてるホテルさんあるんですけども、そこに規則性がなかったりするんですよね。で、マーケティブが言ってる規則性というのはどこの場所に誰向けなのかっていうのを置くのかっていうことがすごく大事になってくるかなと思いますので、基本的にインターネットっていうのは左側から、テキストをユーザーは読んでいきますので、左側に誰向けなのかというふうに置いてあることが非常に重要になってくると、そこが規則性とマーケティブが、実践している方法であります。誰向けなのか、次に特典は何がついているのか、次にプランの特徴で〇〇プランと、で食事がついているかついてないかというような形で規則性を持って全てのプランにおいてこの規則性を適用させると、この規則性を持って全てのプランに対してタイトルをつけるということによってユーザーが見やすくする、強いてはお客さんが、プランを見た時に予約をしやすくするということにつながりますので、ぜひこの規則性を作ってプランタイトルを一度皆さん試してみてはどうかなというふうに思ってます。実際にですね、マーケティブでもまず一番初めに見させていただくのはこのプランのタイトルの付け方であったりもします。ユーザーが見る入り口の部分の一つでもあると思いますので非常に大事な部分になります。なのでプランの付け方というのをこの規則性をぜひ試してみていただきたいなというふうに思っております。
で、実際にマーケティブの方で効果検証などを非常にしていくんですけども、実際に効果検証を今回資料にご用意させていただいたので、ぜひご覧いただければいいなと思います。で、実際に弊社がですね、実施させていただいてから、このグラフというのは楽天の転換率、いわゆるコンバージョン率になるんですけども、これが弊社がプランのタイトル、まあ、実はプランの本文も書いてるんですけども、プランの本文に関しては次回の動画でご紹介したいなと思いますので、見たいなという方はぜひチャンネル登録をお願いしたいなと思います。で、このグラフの、転換率、コンバージョン率が弊社が施策を実行してから上がってるというのがよくわかるかなと思います。まあ、実際にプランの本文、タイトルを変えただけで値段であったりとかプランの掲載順というのは変えてませんので、まあ、これが有効、プランの付け方、プランの本文を変えることというのがいかに有効だったかということがわかるかなと思います。ぜひ皆さんも試してみてください。本日はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。